はい、三橋新聞の皆様、三橋義和です。今回はですね、まあ毎度おなじみというか、まあこのザ・レーサムの方に来て、プレーをしております。今回はですね、こちら、まあ以前あのテクテクテックっていうですね、あのレーザー距離計をご紹介したんですけども、そのレーザー距離計がですね、今回このような超コンパクトのですね、いわゆるこのポケットにヒュッとしまえるような形のサイズになりまして、今回は、特にですね、この見ていただくと分かるんですけども、グリーンのセンター、それから、フロントエッジ、バックエッジという形で、この数字がですね、デジタルで込みやすくなっております。まあ、いちいちこう測らなくてもいいということですね。でこれもう本当に結構あのさっきから何度も試してるんですけど正確で、例えばこう1ヤード進みます。はい、1ヤード進むとほらね、こう1ヤード減ります。こう、もうこんな感じでね、例えばこうベルトにこうやって引っ掛けてるような形もデザインにもなってますし、あのこれを用いながらね、ちょっと今日は、プレーをしていただきたいというふうに思います。まあゴルフって意外とこのフロントエッジとバックエッジっていうことをあんまり気にしないでプレーしている方がいらっしゃいます。まあ、やっぱりこうピンがどこに、例えばここのホールなんかはピンが奥に切ってありますね。奥に切ってありますので、センターが123ですけども、ピンが奥なんで当然それよりかちょっと距離がある。ただその奥までがこれ138なので、138以上打たなければ奥の段に、まあ、乗るわけですね。だからそういった意味ではこのバックエッジとフロントエッジがちゃんとこう一目瞭然で分かるっていうのは非常にこうプレイヤーとしては、縦距離を合わせるのに非常にこう有効になるんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらのね、テクテクテク ULTG ウルトラライトというね、この、新しい新商品をですね、試してぜひ皆さんね、快適なゴルフライフを過ごしていただければというふうに思います。このような形でね、ベルトの方にも付けられますので、非常にこう、ただこれ面白いのはベルトに付けてますので、こう見た時にちゃんと数字が、自分で分かるような、あえてこう数字が逆になってるというね、まあ、よく考えてますね。これはちょっとあの制作失敗しなかったとちゃんと考えてプレイして作ってるということです。はい、ということで今日は、小林和人さんと、佐藤さんの方に、来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、三橋 TV でおなじみの小林さんです。はい、多くのファンが小林さんの、ダメ出しを期待してると思いますので、今日はたっぷりダメ出しをしたいと思います。佐藤さんはもう何度か見させていただいておりますので、今日はよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。ですね、センター125のバックエッジが138なので、まああのピンだと大体132、3っていうところでしょうかね。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。いい球、ナイス、ナイス。佐藤さん、この間のレッスン通りのスイングしてるわ。ありがとうございます。完璧。いやー、ナイスです。ちょっと後半ちょっと何ホールかちょっとおかしくなった。そうですか。いや、素晴らしいです。今のはちょっと言うことなかったです。まあちょっと縦距離がね、はい、今ピッチングですか。ですよね。ちょっとピッチの後でちょっときついですね。よいしょ、ちょっと右だけど、ナイスオン。いやー、角のここはね、距離短いけどグリーンが難しいんです。ただね、奥は絶対ダメなんでそこでいいと思います。うまい。いや、絶妙じゃないですか。ナイスです。佐藤さん、長尺なんですね。ナイスです。お前、最近ね、こういうのが多いんですよね。なるほど。ナイスパー、ナイス。小林さん、クロスハンドなのに、はい、クロスハンドってこうじゃないですか。はいはい、クロスハンドなのにこうやってスイングするから右に当て押しちゃうんですよね。だって ここから、まあこれならまだ許せ、はいはい、そのクロスハンドでこうやってドラッキングしたら振り遅れて右向いちゃうんですよね。さあ、ロングホールとなっております。ちなみにグリーンセンターまで478ヤードです。あれ、バンカー出ないの。バンカーは、レフトバンカー、左のすぐそこのバンカーが141。しょー、素晴らしい、ナイスです。ありがとうございます。佐藤さん、スイング全然良くなったわ。ありがとうございます。マジでよかった。もう6ホール目までに頑張って直しました。びっくりしたよ、よくなった。
まあ OK です OK です。はい、じゃあクリちゃんこれ見てください、はい、このテクテクテクのすごいところ、うん、左のバンカーのね、入り口まで141とこれ EDF って書いてありますけども、これ実はここじゃ分かんないですね。全部ヘアウェイに見えるでしょ、はい、途中でヘアウェイ切れてるんです。そのヘアウェイが切れてるエンドオフヘアウェイまでが340ヤードと、だから340ヤード打つとヘアウェイが切れちゃいますよと。うん、まあ問題ないですね。まあ問題ないです。ちょっとじゃあ貸してもらっていいですか。トトさん前から見てもらっていいですか。で、このやっぱりこう地面から打つもの、地面から打つものに関してはもうね、あんまり浮かせない方がいいと思うんですよ。で、やっぱりこう浮かせといてこう打ち込んでる感じに見えるんで、つけといてこう芝をちょっとスッてこうスッて打っていった方がこうクリーンに当たるんですよ。はい、浮いた状態からこうバンカーショットみたいなイメージになっちゃってるんですね。だからちょっと打ち込んで深く入っちゃうんですよ。ドライバーはいいと思います。ただ地面にあるものはあんま浮かせない方がいいと思います、はい、さあということで、こちらねテクテクテクのこの距離計、いやあ、ここがあれですね、フェアウェイが終わってるところ、はい、ここがフェアウェイがエンドオブフェアウェイですね。すごいね、さっきエンドオブフェアウェイ340に出てたけど、ってことは130ヤード地点でここでヘアウェイ切れるってことだもん ね。やっぱかなり134だ、かなり正確だよね、うん、130、142かで480いくつでエンドオブヘアウェイが340でヘアウェイが切れるところまで来て、残り140ぐらいだからやっぱ合ってるよね。さあこれ佐藤さんですか。これ僕です。佐藤さんどこですか。僕100ヤードの杭の前です、はい、これがね、はい、センターまでが131です。31、はい、フロントエッジが112、大きめに打ったら少しそう、バックエッジは150ありますので、150、はい、だからまあ130打っても、はい、フライがかかっても奥はやらないですね。130ぐらいでいいですか。全然打ちやっていいと思います。140で大きいです。140で大きいです。140で大きいラフなんで、はい、いや、球はね、悪くないんですけど、はい、ちょっともう一発言いましょうか。一発、はい、はい、全然いい球なんですけど、はい、まあ一言で言うと、はい、ボールが右で右向いてるんです。ボールが右で右向いてる、はい、ボールを左で左向いてください。ボールを左で左、はい、はい、そう、それで小林さんで大体ね、今ね、うん、はい、OK、それでちょっと打ってください。これで、はい、すっごい左に感じますよね。感じます。はい、これで大丈夫ですか。大丈夫です。これピン方向飛ぶんですよ。ナイス。だからボールの位置と向きが合ってないんです。左足上がりでボールを右に置いて右行くと右に詰まってすっぽ抜けちゃうんですよ。はいはい。なんか今 これだからなんか右に置こうと、右に置くんであれば、はい、ごめんなさい、右に置くんであれば、はい、構えてもらっていいですか。置くんであればこう構えなきゃいけないんですよ。ああ斜面に逆らって構えてるのに右になるってことはすごい右になるのと一緒なんですよ。じゃあこう構えた場合はもう、そうそうそう、真っ直ぐ構えた場合は左、斜面なりに構えた場合は右なんですよ。はい、わかりました。はい、で今すごい良い球でした。さあ残り112です。センターまでですから、まあバックエッジまで130ありますんで、まあ、115打ってほしいです。いい球、いい球、ナイス。佐藤さんめちゃ良くなってるわ。ナイスです。いや今いいスイングでしたね。あれぐらいスッと入って、そうスッと入ってスッと引けたらいいんですね。だからね、空中に あるんじゃなくて地面にあると重さ感じるじゃないですか、はい、で空中だとこう基本的にこうクラブってこうなりますよね。地面にあるものを引っ張り上げようとするとあんまりバックスイング悩めなくなります。はい、これがここ寄らないんですよね、こういうのが。そこはね、相当難しいです。手前にワンクッションさせるか、58で浮かせるか、54度で、はい、手前にワンクッションさせてこうトロトロっていくか、はい、58度でまあちょっともうちょっと高く、これはですね、カラーが相当逆目なんで、はい、ワンクッション使えないと思います。使えないですか。はい、わかりました。
5、8でちょっとこう、はい、柔らかくグリーン面にキャッチさせたいですね。わかりました。いや最高じゃないですか、はい、ナイス。ありがとうございます。うまい。うまい。ここがあの順目とかだとね、これこれこれめっちゃ逆目なんですよ。本当だ。ここで突っかかっちゃうんですよ。ですね、こうやってここで突っかかっちゃうんですよ。めっちゃ逆目ですよ。はい。だからここ使おうと思ったらトンっつってここで多分止まっちゃうんですよね。ここで止まっちゃうんですね。はいはい。でこうやってフェイちゃん見て、この落とすところが今ちょっと引きずっちゃいましたけど、落とすところがここ逆目なんですね、めちゃくちゃ。うん、でこっちに目が来てる。うん、この落としどころのこのライとかをちゃんと見ないと、ここにトンって突っかかってポーン、ポトンってこうなっちゃうんですね。あ、だからこういうところも、この落としどころの芝目とかもちゃんとこう考えて、あの、練習しないと、まあ、ここで誰かアプローチ打ってますけど、やっぱこう突っかかってますもんね。はい。さあ、じゃあ佐藤さん、パーパットです。これかなり切れます。これは佐藤さんね、寄せに行くパターです。入れに行っちゃダメです。止まってくれ。おーい、ナイスパー。ナイスバーディー。あ、ナイスバーディーですね。ナイスバーディー、はい、ナイスバーディー。ありがとうございます。ナイスバーディー。失礼しました。でも、あれでもまだ強かったです。早瀬さん、すいません。落ちました。ごめんなさい。落ちました。落ちました。大丈夫です。落ちました。すいません。ちょっとやっちゃっていいですか。ナイスバーディーです。はい。そう、あんまり手元を出しすぎないように。はい、そうです、そうです、そうです。そういう感じ、そういう感じです。ちょっと弱いですけど、OK です。強い